球棒怪獣。わ、失礼しちゃいますね。そのイメージしかないからね、しょうがないね。今回も RB でやっていきます。最近は RB が面白くて AB 行ってないからな。マップはフィンランドの南スタート、3拠点制の戦闘です。陣営は A6VS A中佐、 BR は 10.3 から 9.3 となっています。ではマップ育成者はこれがドイツのランク 6MDT レオパルド 2K です。この戦車が KPZ70 の計画が飛びそうになっていた裏で進められたようで、レオパルド1の性能向上計画、カイラー計画で作られたレオパルド2の試作車の一つみたいです。手法は皆さん大好き、バイオメタル製 44×120mm 発砲砲を装備。使用できる砲弾は APFSDS と DFS。少し前のアプリで DM23 砲弾が追加されて、凶悪な表になりました。DM13 と戦うの辛かったから、マジで嬉しかったよね。この砲弾のおかげで、撃破が出やすくなりましたね。20mm 機関砲もついていて、攻撃に関しては言うことはありません。次に相当の話です。走行は遅いです。ほぼないですね。一応砲塔とかは中空走行になっているんですが、本当に気持ち程度な感じ。撃たれる前に撃てばいいだけですので、頑張ってください。最後に機動性です。ゲーム内最強と言ってもいいくらいです。出力重量比はトップの性能を誇っており、機動力を生かして相手より有利な位置を取ったり、奇襲、裏取りをしましょうという車両です。レオパルド1の思想をそのままに 120mm 発砲砲を乗せた究極の進化系って感じですね。何にしてもいい車両です。脳筋プレイが好きなマスターに好んで使うのもわかります。というわけで車両紹介は以上となります。頑張っていきましょう。じゃ、戦闘に戻るよ。今はフレンドを撃破した AV が正面にいるから、撃破できるようだったらやってしまおうと思ったけど、味方が撃破してくれたわ。前に見える庭のところまで行って、北からやってくる敵さんを監視しましょうか。少しカットだよ。お、やっと出てきた。やっぱり RB は基本町一択ですね。キラッとした感じ、DMP 系統だったような。ほんとだ、あれは DMP2M だ。おい、サクッと撃破だよ。敵さんだいぶ無警戒に進んできましたね。あれはさすがに無格じゃないかな、普通に考えて敵いるのに。B 拠点が占領されてますし、こっちにもまだ敵さんが来るかもです。ここはマップでいうと B さんの高台から車線通ってるから、下手に動けないよね。動かないのが正解か。西側には私たちとフレンドさんしかいないので、A 拠点防衛でいいですね。フレンドがどこからかわかんないけど誰だって。やば、横道から敵さんが来てる。浅いのにって。これは非常にまずい状況ですよ。でもまだ気づかれてないっぽいよ。硬すぎでしょ、貫通しないんかい。スモークの中に隠れちゃいましたね。隠れたのはとりあえず無視しよう。それよりも近くに敵いるよ。エンジン音がすごいする。うん、出てきました。私たちにも気づいてないようです。それありがたい。チャレンジャーマーク3撃破です。一応味方さんに注意喚起していきます。あとは T80B と我慢比べだね。絶対こっちからは出ていかないと。やぐらの隙間なら通るかな。よりハルコン低下よ。まあでもこっちから通らないなら向こうからも撃たれる心配はないようです。しびれを切らして進んできましたね。待って、なんかエンジンの音が聞こえる。 T80B は味方さんがやってくれました。ナイスです。あっぶねえ、気づかれてないようでよかった。練炭と火災だけです。今こそ機動力を見せるとき、ささっと回り込もう。RB でもこの機動力は素晴らしいですね。ストレスフリーです。やったぜ。ナイスです。 T72AV 撃破。先ほどの AV に拠点を踏まれてしまったので、安全確認してもう一度占領しましょう。一つでも占領しないとチケットが削れますよ。ちゃんと着席して行動しよう。いつも爪が甘いからね。あれ、なんか動いてる。うわ、すごいスピードで来た。惜しい、冗談しちゃったわ。何か分かりませんでしたね。もう一度撃ち、2対1は辛いな。味方さんの援護は望めなさそう。うちには行ってみるけど、どうだか。よし、ラッキーショットだわ。ZTZ59D1 撃破です。あと1両弱くなんだけど、どこだろう。今見えましたね。岩陰に隠れたみたいです。向こうから来そうにないからこっちも待とう。期待はできないですけど、マップポチポチしますね。いやー、真正面からの戦闘は厳禁だからな。もどかしい。お、なんだ。味方さんのヘリコプターが応援に来てくれたようです。よし、遺体切ったしやってくれるだろう。私たちがやりに行くのがいいんでしょうけど、ちょっと怖いですもんね。あれだけロケットを垂れてるし、いろいろ壊れてるでしょ。あれ、ヘリコプターの攻撃がやみましたよ。なんだろ、弾切れか。だとしたら私たちがやらなきゃダメですか。操縦士を拒絶されて、搭乗員削るしかないね。てか、今気づきましたけど、味方さんが上がってきてました。最悪任せてもいいかも。まあ、居場所だけ教えて気を引いておこう。相手からしたら理解はめされてるわけだし、めんどくなって被害しないかな。そんな心配いりませんでしたね。ビッカースマーク7撃破です。よし、これで安全に拠点占領ができるわ。砲弾もだいぶなくなりましたし、補給も受けていきましょう。そうしよう。占領まで何もなかったのでバッサリカット。北の高台に敵さんが入ったみたいです。ここから見えるかもしれない。どっか覗いてみよう。なんか嫌な音が。爆弾かよ。あれはどうしようもないですよね。バックアップ使います？どうしよう。ここは私に任せてください。キリタン、お願いします。行きます。キリタン4、飛行モードです。いやー、一回行ってみたかったんですよね。あと一つ言っておくと、航空機はほぼ初心者ですので、温かい目でご覧ください。それで、空に上がった理由なんですが、他に空にいない感じだったのと、敵さんの対空自走砲もいなさそうって思ったからです。これは練習にもってこいですね。というのは建前です。イラッとしちゃったのでね。とりあえず T の3の高台に敵さんがいるのは確認しているので、そちらに向かいたいと思います。さあ、レイブです。あれ、対空砲いましたね。当たらなければなんとなくです。危ない、翼が折れる。折れたらシャレになりません。このまま少し進んで、安全な場所、さっきの対空砲に仕掛けたいと思います。本当は、戦闘区域の近くで縦回転とかしない方がいいんでしょうけど、敵艦はほとんど残ってないので、分かってるので、攻撃のために大胆に行きます。これはダメです。離脱します。一応ヒット出たのでマップに移ったはずです。近くにいた味方さんに任せましょう。ナイスです。対空砲はいなくなりましたね。さあ、反転して新しい敵さんを探しましょう。何やらピンが立ってます。敵さんがいるようです。それにしても、空からの偵察って難しいですよね。なんかコツとかあるんでしょうか？どこに敵さんがいるかわかりませんでした。敵さんを見つけるの手間だったので少しカットしました。地上にいるフレンドさんが敵車両の映っているところにピンを立ててくれるそうなので、それを頼りに偵察したいと思います。あそこにいるの残骸じゃなかったんですか？ずっと残骸だと思ってて、何回も通り過ぎてました。恥ずかしい。でも、これでようやく攻撃できます。さあ、当てますよ。少しずれましたけど、とりあえず2回は切れているので、反転してもう一度仕掛けたいと思います。第一ミサイルがあと一発なので、確実に当てます。ターゲットロックオン。キリタン砲発射。無事撃破です。第一ミサイルがなくなったので一人に帰ろうかと思いましたが、敵艦が少ない上に工場まで10キロくらい寄るので、往復してる間に戦闘が終わってしまいます。なのであとは遊覧飛行して終了ですね。よかった、生きて帰れる。ということで、敵さんのチケットがなくなり戦闘終了。お疲れ様でした。それでは戦闘結果です。被撃破数1、占領2、アシスト2、撃破数8、スコア2700。チーム内順位は1位でした。レオパルド 2K は最高ですね。見た目も鋭くてかっこいいですし。確かにね、レオパルドシリーズの中で一番使ってるまである。装甲が薄いけど、薄いがゆえにか貫通で被害なしとかもそこそこあるし、意外としぶとい。方針割られても 20mm 機関砲で撃退できたり、何かとぶっ飛んでる印象はあります。皆さんも 2K 乗りましょう。で、キリタンの方はどうでした？今回乗ったのはドイツの課金航空機の G.91 だったんですが、脅威になる対空自走砲がいなかったので、自由に飛び回ったり攻撃することができました。航空機のことはあまりわかんないので詳しくは話せませんが、率直な感想を言うと、携帯できるミサイルが4本なので攻撃の機会が多いし、運動性能も良好なので初心者でも扱いやすいのかな、と思いました。ですが、コントローラーでやるのは難しく感じますね。ボタン割り振りに限界がありますし、上手になれるんでしょうか？航空機は練習してるけどなかなか上手くならないから、合わないのかなって最近思い始めてるよ。まあ人には得手不得手があるし、あんまり気にしてないけどね。少し長く喋りすぎましたね。今日はここら辺にしましょうか。ここまでご覧くださった皆さん、ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。